はい、皆さんこんにちは、リクトです。いやー盛り上がってますね。もうすでにね、コメントもいくつかいただいてるんですけど、今回は久しぶりにあの作品について、語る時が来たなという、こうね、超速報です。まだね、これ実際にステージ自体終わってないですけども、ちょっと一足先にもう僕今正直思ってることを話していきたいと思います。ということで、タイトル通りなんですけど、探偵はもう死んでいる、探母師2期決定しました。おめでとうございます。そしてリゼロから始める異世界生活3期決まりませんでしたということで、なんかね、もうめちゃくちゃ今日朝からラノベ会話盛り上がってるなと思ってましたら、 MF 文庫 J 夏の学園祭2022、これ今もやってる人も動画上がってる時もやってると思うんですけど、ということで、で、ステージが最初リゼロから1時から始まってるね。リゼロがあって、探母師あって、4時から妖術があって、で、5時半から、リバースライアーズか。で、二次三次のライバーさんを俳優として起用するメディアミックス作品、これアニメ化後の発表なんですかね。まあ、わからんけれども、があって、MF 文庫J編集部情報みたいな感じで、まあ、あるというところで、まあ、多分、僕がこれ語りたいっていう情報は、この探母師2期がね、多分大きいんじゃないかな。もう一回なんかあったら、また改めて動画上げるかもしれないので、ひとまずね、それらについて話していきたいと思います。まあ、まずちょっとリゼロ3期に関してちょっと軽く話したいと思うんですけど、なんかトレンドに入ってですね、ツイッターね。で、僕みたいに勘違いされた方も多いかもしれないですけど、あ、リゼロ3期ようやく決まった、よしよしよしって、まあ、来るとは思ってますからね。もう普通に来るとは思ってたから、と思ってたら、決まってないんかいっていうことで。もうガクッとね、リゼロ3期、まあ別に来ると思いますけどね、別に来るとは思うんですけれども、2021年冬アニメで、2期が分割2クールだったので、その後半クール2クール目が放送されたのが2020年冬アニメ、あの時はもう超放送でしたよね。から、ずっと発表なんもないっていうところで、まあ、原作人気的にもストック的にも、まあ、3期はもう間違いなく来ると言っていいとは思うので、ここは待ちなのかなっていうのは思ってますけどね。まあ、発表からまあ多分すぐ放送とかないと思うんで、まあちょっと早めにやっぱ発表を見たいし、もともと1期からかなり空いてるんですね。4年ぐらい空いてるから、まあちょっととりあえず待つしかないのかな。でも早く3期みたいになってね、すごい思ってます。はい。というところでちょっと決まりませんでしたっていう悲しいね、ここは。トレンドは多分ね、みんなさ、リゼロさん来たかって言って、多分トレンドに入るけど、ハンターハンターみたいな感じで、まあ、ハンターハンターガチで連載再開しそうな感じである時、まあまあちょっと脱線すると長いから。はい、というところで、ちょっとリゼロさんって決まれなくて、早くね、見たいなっていうところでございます。というところで、で、次、探母師。探偵はもう死んでいる。決まりました。まあ、この前ね、生放送でも久しぶりに今夏でしたからね、探母師は1年前の2021年夏アニメで放送がされてまして、もうめちゃくちゃ燃えましたね。もう私は登録者、多分それ登録をね、きっかけしてくださった方もたくさんいらっしゃったのかなっていう記憶ですけれども、まあ、ものすごい低評価の数もね、いただくと、もう褒めても、ね、叩いても、もう、低評価はされて、あの時はね、まあ低評価の数見えましたから、もう、すごかったですね。で、まあ、毎週感想とかも上げさせていただいてましたし、2期予想みたいな感じでね、2期来ると思いますっていう動画もね、上げたりもしてて、まあ、個人的にも結構思い入れのある作品なんで、ね、これについてはちょっとしっかり語りたいなと思うんですけれども、まあ、すでに2期決まったぜ、やったぜみたいなコメントもいただいてたんですけれども、どうですか ?2 期、な、原作的に結構いいとこやるのかな、なんか、夏凪ちゃんの魅力が爆発、2期爆発するんじゃないかみたいな話聞いてますけど、僕自身も2期はもちろん見させていただきます。はい。で、まあ、一期と同じ、まあ、制作人っぽいですね。制作会社、演技さんというところで、まあ、その、制作会社もね、別に決して別に悪いとこだっていう、ことを僕は思ってるわけじゃないですよ。宇崎ちゃん、二期もね、10月からやりますよね。ですし、まあ、これまで究極進化したフルダイバー RPG とかもやってましたけど、あと、モブセカか、やってて、まあ、怪しい時は本当に怪しい制作会社なんですよね。で、探母師に限っては、1話がめっちゃいい作家で、そっからがどんどん良くなくなっていったので、まあ、それで、まあ、まあ燃えてましたし、話に関しても原作改変とかもあ、時系列改変とかもあったりしたり、説明不足なとこもあって、僕自身はその原作勢の方からやっぱこの作品はなんかすごいコメントをたくさんいただいた記憶があります。200コメントぐらい来てたんじゃないかな。なんで、まあいろいろとね、教えていただいたりもしたんで話は理解して、僕自身は探母師に関しては、まあ、最終的にはまあ、そのとんでもなく叩かれる方じゃねえよなとは思ってたっていう作品。でして、で、原作がめっちゃ売れたんですよね。原作がめっちゃ売れて、配信機と海外人気まあまああって、年版は1500万円ぐらいかな、売り上げて、というと、まあ人気くんじゃないかなっていうことを言ってて、まあまあ僕的にはまあある程度予想通りというか、まあ人気来て、ああよかった、やっぱ来たかなっていう感じで、思ってます。はい。どうですかね、ちょっ
ちょっとまた動画でね、この後取り上げようかどうかっていうのはちょっとまだ検討段階なんですけども、まあ、ひとまず2期ね、は燃えないといいなって。まあ、去年夏はね、まあ、不作だという、まあ、夏は不作だということはよくあるんですけれども、うん、その中で代表作というか、まあ、めちゃくちゃ燃えた中で、タンモシとか、ボクリメとか、まあ、私ね、そのラノベ枠で上げさせていただいてたんですけれども、まあ、2期が決まったということで、まあ、1期どうなんですかね、結構序盤で切っちゃった人が多かったんじゃないかなってイメージがあったんですけど、うん。まあ、僕的にはやっぱその11話とかがすごい良かったんですね、確かね。うん。その伏線回収とかは割と良くて、ね、シエスタちゃんがやっぱこの作品可愛い可愛いってなりがちなんですけど、もちろんまあそこがやっぱ一番強いかなっていうのは思うんですけれども、話としても、うん、最終的には割と綺麗にまとまってたっていう印象を僕は持ってます。先週1年前若干ちょっと記憶が薄れてるんですけども、まあどうなっていくのか。まあアニメでね、まあ原作の売り上げものすごく伸びて、で、結局私は原作の目を通してないので、まあまだね、アニメ勢という形で迎えようかな。まだ放送時期とか決まってないかな。タンモシに関してはね。っていうとこで、2021年11月時点でシリーズ累計発行部数が85万部を突破しているということ。妄想人気作品なのは変わらないと思いますし、2期も面白いとこやってくれるんでしたら、まああとは制作人次第なのかなっていうところは。あるんですけども、やっぱタンモシに関してはもともとの注目度とかもかなり高かった分、まあ燃えたのかなっていう印象はあるし、もうなんかなんであんなに決まんだよって思った人が結構いるんかもしれないですね。うん。でもなんか僕はすごいタンモシのアニメ印象強いのは、なんかもうすぐ原作ファンの方がいらっしゃって、でもその人はなんかめちゃくちゃ切れてた原作ファンが結構ブチ切れてたっていうイメージがあって、まあアニメ勢はまあそれね、元賛否分かれてたんですけど、なんかなんでこんなあんな素晴らしい原作をふざけるなよみたいになってたっていう記憶があるんで、まあやっぱね、原作勢がね、やっぱこう後押しとかしてくれたからこそアニメ化っていうのは基本的にされてると思うので、やっぱこの方原作でにとって少なくともまだいいアニメであってほしいし、まあ、アニメ勢で見てる人がどんぐらいいるのかってところはあるかと思うんですけれども、また2期決まったということで、まあこれ改めて1期見るかっていう人もいらっしゃると思うんでね、はい、まあそこは期待して見ていきたいなというところですかね。まあ僕自身は決してそのとんでもなく悪い作品だとはもう思ってないということですね。まあもうかなりね、批判もしましたし、事前、興奮した、感動した回もあったし、9話とかでしたっけ ?7 話が、まあ、シエスタちゃんやばいぐらい可愛いね。で、僕はシエスタちゃんの真似をしたっていう伝説の感想動画ありましたけれども。もう、2期、まあ、ひとまずちょっと放送ね、楽しみはしたいし、1期みたいな感じにはならないとね、いいなっていうのは思うし、また放送時期が決まったら、ね、どんどん盛り上がってくるんじゃないかなと。思いますね。まあ、気になった方は、またね、感想動画もしかしたら毎週また上げるかもしれないし、ちょっとまだ、検討段階、まあ、ひとまず1話の感想動画上げるかな、とは思いますけども。はい。まあ、制作陣が同じということで、またなんかね、めっちゃ燃えるんじゃないかなって感じがしてるし、もうそれとも全然笑いなんない可能性もあるのかなって思ってるんですけど、現状はね、すぐ笑いなってて、すぐ僕のも耳にも入ってきましたんで、タンモシに決まったぞっていう、こうね、まあ、ひとまずは、まあ、朗報という形でいいんですかね。はい。ということで、2期決まったということで、本当におめでとうございます。はい。僕自身も見たいと思いますしね、感想動画もしかしたらあげるかも、まあ1話多分あげると思いますけどね、まあ2話あげるかもしれません。はい。ということで、話としてね、まあ2期、まあ結構1期でも割とまあ区切りは良かったのかな、っていう印象はあるんですけど、2期まだまだね、謎の部分もあったりとか面白くなるよって話も聞いてはいるので、そこはやっぱ楽しみに。演技さん今度は作家ね、まあ作家さんとんでもなく作業会とかしなかったっていう記憶ではありますけどもね、タンモシの1話みたいな作家をね、ひたすらやってと、で原作変に改変せずにね、見せてくれれば、あとはね、うまくその区切りを、ね、いい形で脚本面組んでくだされば、バーとしては非常にありがたいアニメとして楽しめたらなというのを思っております。はい、ということで、今回のリゼロ3期が決定せず、そしてタンモシ2期が決定したというね、超速報動画、そして私が今正直思っていることは以上となります。このようにご視聴いただきありがとうございました。いいですね。皆さんのなんかね、今回の情報に対する思いとかあったらぜひコメント欄の教えていただけますと大変嬉しいですし、またもしかしたらね、この MF 文庫 J のこのステージ、まぁ、妖術とかね、こうライバースライヤーズも多分アニメ化で決まったぐらいだと多分何も言わないと思うんですけど、まぁ、もしかしたらね、もう、ライバースライヤーズ、リーバースライヤーズか、もしかしたらもう一本動画しっかり上げるかもしれないですけど、まぁ、ひとまずね、今回超速報という項で、お届けさせていただきましたということで、今回の動画は、締めたいと思います。ひとまずね、リズロさんち早く決まってほしい。タンモシ2期はひとまず楽しみに待ちたいというところでございます。はい、ということで今回の動画は締めたいと思います。そうですね、ここまで見えてくれた皆さんご視聴いただきありがとうございました。